放送20周年を迎える人気アニメ、名探偵コナンの新年スペシャル番組に、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが本人役で登場し、声優に初挑戦することが4日、明らかになったコナンとのツーショットのビジュアルも公開され、海老蔵さんは、今回大好きなコナンくんとの共演ができること、今からとても楽しみにしています。と話している、スペシャルアニメ、 コナンとエビゾウ、歌舞伎十八番ミステリーは、江戸川コナンと毛利小五郎がミステリー好きの、市川エビゾウ、と知り合い、エビゾウが舞台で使う文化財級の、二票の面、が盗まれる事件が発生し、同時に関係者の遺体も発見され、コナンとエビゾウは協力して犯人探しを行う、というストーリー。エビゾウは、洞察力でコナンかおまけの名推理を披露し、 コナンがピンチに陥ると危険を顧みずに助ける場面も描かれるアニメの脚本はテレビシリーズの第1話から携わり劇場版アニメの第10弾、11弾の脚本を手掛けた柏原博さんが担当する読売テレビの諏訪道彦チーフプロデューサーは今回日本古来の伝統芸能を 歌舞伎の世界が舞台という考えもしなかったことに挑戦することがこの20周年のお祭りにふさわしいと思いました。とコメントしている。2016年1月9日と16日の午後5時半から枠を通常の30分から1時間に拡大し、前後編で放送する。